第一海兵実用試験飛行隊は、多様な機種を保有するアメリカ海兵隊の実用試験、飛行隊である。アリゾナ州、ユマ海兵隊航空基地に駐屯している。2003年8月に VMX-22 として創立され、2016年5月に VMX-1 と解消された。試験中のプログラムに応じて、実用試験実施機関司令官、または、 海兵隊実用試験活動部長の指揮下で実用試験を行う。独立した試験機関である VMX-1 は航空副司令官の管理を受けるとともにコマプティブ法またはマコチの指揮を受け次の事項を行う。メガボルト -22 オスプレイの飛行試験は2000年に発生した2件の事故の影響を受けて遅延していたが、これらの事故により、 明らかになった機材上の問題に対処するため2002年5月に再開された。現在実施中の試験には極めて厳格に統制された試験手順が含まれており、この航空機の回収及び点検のすべてについてその有効性が確認されている。統合試験チームはパタクセントリバー海軍航空基地、エドワード空軍基地、VMX-22 及び テキサス州はマリロのベルヘリコプター工場において4600時間以上のメガボルト -22 の飛行を行った。V-22 は固定翼機でも回転翼機でもないことからティルトローターという独特な名称で呼ばれる。その航空力学、複合材料構造物、整備構想及び展開構想は先天的に独特なものであるため、この飛行体は ティルトローターの実用試験のみに特化されたものとなっている。2014年7月11日、VMX-22 の海兵隊員は、ミシシッピ州から母港であるカリフォルニア州、サンディエゴまで初度航海中の USS アメリカに上艦した。2015年メガボルト -22 部隊の司令部は、ニューリバー海兵隊航空基地から、ユマ海兵隊航空基地に移転した。 2015年8月、軽攻撃部隊及び航空式統制部隊が、それぞれチャイナレイク海軍兵器省及びカリフォルニア州ペンドルトン10トン地からユマ海兵隊航空基地へと移転した。2016年5月13日、VMX-22 は VMX-1 と解消された。ありがとうございます。